はい、みなさん、こんばんにちは。そしていらっしゃいませ。さよくいきです。それでは、ソニックフロンティアの続きをやっていくよ。まあ、一度ね、一応、前回でクリアしたが、なんか別のエンディングもあるっぽいので、ちょっとそれをやっていこうかなと。で、まあ、これ、初めからじゃないんだけど、一応見てみるとですね、ここだけだと、説明が出るじゃないですか。下の方、アクションもバトルもしっかり楽しみたい人におすすめです。で、スルーにするとですね、緊張感のあるバトルを楽しみたい人におすすめです。そして、この、そしてという部分がね、気になりますよね。まあ、つまり、スリルでクリアすると、別のエンディングがあるんじゃねえみたいな、雰囲気を醸し出しているので、じゃあやっていきまーす。まあ続きからやっていきますよ。はい。というわけで、続きからですね。で、まあ、聖児のイベントも全部やって、ラスボスに挑みたいと思います。あとね、エッグマンのボイスレコーダーも全部聞いてみましょう、後で。まずはね、セイジちゃんのイベントからやっていくよ。四つ目の巨人、あといくつあるんだ？これで最後、最終、最強形態のモデル。でも本当にこれが最後だよな。これ以上のサプライズは勘弁してくれよ。4機しか製造されなかったことは間違いない。じゃあやってやろうぜ。もう時間がない。すべて俺たちが救ってやるんだ。と思っているのか。4機倒してまだあるんだろうって感じですけどね。あー、気づいた。迫り来る破滅からドクターを守るためには電脳空間に保護するしかなかった。外的要因からドクターを遮断したかった。あなたが来るのは想定外。今ならなぜ君が俺の仲間を閉じ込めて俺と戦ったのかもわかる。俺も巨神を放っておくつもりはなかったしな。お互いごめんと言い合うには遅すぎるけど、今は正しい行動をすることに専念しよう。まあ、みんなを保護してたってことなんじゃない？ってことなのかな。みんなを保護していたということですね、聖児は。ごめんっていうには遅いが、まあ遅いよ。なんでもっと早く説明してくれなかったんだい？敵認定しちゃうとこだったじゃん。てかまあ、敵だったんだから。よう、聖児、これで最後ですね。君はエッグマンに作られたんだろ？そう、基本コードはドクターがプログラムした。電脳空間と融合し、私の能力は大きく更新されたが、それでも私の創造者はドクター。へえ、あいつも自分が作った AI が俺と協力するように言うとは思わなかったろうな。私は生き残る可能性が最大値のシナリオを提案した。それだけのこと。エッグマンの娘。というわけで、これで解放されたわけだな。歴史を司る分析者。いやー、ソニック、また会えた。ソニックも釣りするかい？釣り竿は僕の貸してあげるよ。釣りする意味はほぼないんだが、音声ダイアリーが今売り切れなので全部取ったよと。あとはここを取りまくるよってところかな。うるせえ。うるせえ。ちゃい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 。うるせえ。こんなところが、したらですね、図鑑を見て、ボイスログですね。
何らかの力がわしを電の軍のここのエッグネットと連邦政府のデータ編もあった。ドンパ王国のレースデータさえ、これは嫉妬せざるを得まい。嫉妬せざるを得まい。古代人とは、ここまで読んだんだっけ。あ、ここまで読んだよね。どんな文明よりも古代人とカオスエメラルドの接点をいくつか発見した。練習のテクノロジーはカオスエメラルドありきで築かれたようだ。同一の起源があるようにも思える。謎は好きだが、その答えがさらなる謎を生むのは好かん。古代人は数々の奇妙な肖像を記念あるいは崇拝の対象としている。島を走り回るココたちも同じ肖像を使っている。走り回る古代人はココから着想を得たのか、それともココは古代人が残したものを使っているのか。古代人そのものだけどね。何かが古代人を絶滅させた、それは間違いない。破滅的な出来事は島々に厳しい環境変化を引き起こしたのだ。再建に向けて努力はしたようだが、時間稼ぎにしかならなかった。そしてわずか1世代のうちに絶滅してしまった。信じられん。政治に記録されていた古代人の遺伝データを解析させ、それからわしのアーカイブと照合させた。するとどうだ、連中は破壊神カオスと親類であることが判明した。やっぱりカオスは親戚なの。連中の DNA は計り知れぬ年月の間に崩壊が進み全く新しい種族に変身した。長年にわたって何らかの放射線の影響を受けたため身元が分からなくなったというわけだ。わしのような天才でなければ。やっぱりカオスの親戚。スターフォール諸島に広がる古代のネットワークに最新型の人工知能を送り込んだ。人工知能のコードネームはセージ。セージ。セージは未知のネットワークを乗っ取り、そこにある全ての資源を支配してわしのものにしてくれる。その前にここから抜け出さねばならぬ。じゃないんだね。セージの仕事ぶりは最高だ。オーボットとキューボットはどこを間違えてしまったのか。オーボットとキューボット。政治は古代人のネットワークを支配するだけではなく、ソニックに嫌がらせまでしておる。素晴らしい。素晴らしい。最善を尽くしてはいるが、政治が巨神を自在にコントロールすることはできないようだ。政治は巨神に動きを指示することはできるが、何かに妨げられ、完全にコントロールはできない。政治は断るごとに自称演算がどうのと言ってくる。少々うんざりしてきた。強大な力が古代人を絶滅させたのは確かだ。その力をこの世界で解き放てば大惨事につながるのも確かだ。だがこのわしは天才だぞ。ここを脱出したら制御する方法を見つけてやる。いや、兵器に利用してソニックに食らわせてやる。それは無理だ。わしが電脳空間で生き抜くにあたって政治はなくてはならない存在だ。敵の存在を早期に知らせ、ファイアーウォールを突破する段取りをつけ、現実世界の最新状況を教えてくれる。あの娘はよくやっている。あの娘、いや、人型メカに過ぎん。愛らしい人型メカではある。親しみを感じさせる。わしの作ったメカなのに何か特別なものを感じる。この感情は何じゃ。いとこのマリアのことはよく知らなかった。ああ、マリア。誰もが彼女は特別な存在だったという、うん、もういない人物に多くの愛情が注がれたのだ。わしがいるというのに。だが昔の彼女は今の政治のような存在だったのだろうか。マリアと同い年なんだっけ。生きてたら結構なおばあさんや。政治が報告ついでに最高に笑える冗談を言っていた。
ソニックが大失敗するまでに必要な時間は、答えは一瞬。何をするにも最速だから。生みの親にそっくりだ。プログラムにしてはという意味だ。人型メカは生きているわけではない。メカはメカ、人にはなれない。わしに生命は作れないなどと誰が言った？生命などタンパク質の結合体だ。誰にだってできる。だが本物の天才はコードと電子によって生み出す。わしが作る生命は賢くて忠実で一切の無駄がないものになる。なぜだかわかるか？もちろんわしが天才だからだ。ソニックが島にいる。奴のことだ。不思議ではない。計画をソニックに邪魔されなかった時のことを思い出せんほどだ。とはいえ、ただの有機生命体のくせに自分の意志で音速を超えるのだから大したものだ。わしにもそれを認めるだけの度量はある。わしをエッグマンと名付けたのはソニックだ。だが残念ながらわしはこの名を気に入った。これはもうわしの名だ。ソニックは冗談のつもりだったろうが、今や時代を超えて恐れられる名前となった。しかしヒゲタマゴは却下する。わしにも誇りというものがあるからな。本名はロボトニクスだから。エミーローズも巻き込まれたようだな。エミ賢い娘だ。しかも粘り強い。昔はソニックを罠にかけるための駒として簡単に利用できたものだが、随分成長した。一時は自分を見失っていたように思える。ソニックのように我が強いやつと一緒にいると自己認識が難しくなるものだ。ナックルズもおるのか。あの田舎者め。あの田舎者。気が短いのが厄介だが、うまく操ればわしにとって便利な道具となる。いや待てよ、やつもいるということはマスターエメラルドの守りがガラ空きということになる。あの力をいただくぞ。あいや違う、わしはこっから出られんのだ。やれやれ。まだ狙ってんのか。ソニックがいるならテイルスがいてもおかしくないな。残念だ。パウアー少年は頭脳明晰で大いに見込みがある。なのにソニックを崇拝してやまない。まあそれで良いのかもしれん。アークのステーションスクエアではテイルスに散々苦労させられた。ソニックの陰で才能を無駄遣いしてもらっていた方が助かる。なくそ何らかのソニックがいるならテイルスがいてもおかしくないな。パウアー少年っていうの。パウアー少年っていうの初めて聞いたわ。ソニックも釣りするかい？釣り竿は僕の貸してあげるよ。これで戻れるんだね。いや戻んなくていいだろ。あ、この文字、この文字、そうなんだね。空に出るやつ。なんて書いてあるんだろうな、あれ。ムービーシーンは同じでした。いてー。ジエンドさんでは戦わんか。電脳空間で全て見てきた。君ももう気づいているはず。俺が運命の因果を断ち切ってみせる。力を貸してくれ。一緒に終わらせるんだ。あ、ディレクターズカットになってる。セリア選択している場合はジェンド対ソニックとセージによるその他のないのでは語れなかった失われたエピソードをプレイできます。
あれと同じだね。我は宇宙の秩序を司る調律者であり裁定者。我が光は裁き、万物を誘拐させ原初の塵へと帰するもの。いかなるものも無限の光から逃れる術はなし。答えよ小さき生命よ、我が調律と裁定が発生こそになるだけ、あまりの生命は判明を得ることができる。やめな。多くの生命は今我の導きにより安らぎの中にある。あ、やべ、何時の肥大化した自我がその道を選ばせているのか。生きる意味を見出す生命の志とでも言うのか。生命が抱く志が強固である。回収するゲーム、幾千の観覧が降り注ぐ。無理無理だっちゅう。眼前の苦難を前に逃避し免れようとする多くの生命を、丸亀生命、我を除いた生命は脆弱な己の心を克服する存在なのだ。生命は己のみは過ちをしないと信じているうちに気づかない。はいてー、絶対不変の事象などというものは存在しない。それはなし。不合理と不条理を前に呆然自失となる未来が待ち受けるのみ。裁定が下りし時、現実が姿を現す。何を渇望し、何を見定め、何を問い、何を支配し、何を成したのか。これよりこの星を永久に封印する。うわぁ、はや。うわぁ、我が調律はこの宇宙に存在する全てに運命という裁定を下す。で、太古の時より志を持つ生命体がこの結末に帰することは定められていた。何時らの無言な行為をとまめる術もまた存在しないことも。聞くがよい。何時らの心配をするのさえずに。やばいって。生命は停滞し黄昏の時を迎えるべきなのだ。しかし何時は進もうというのか、それは理解に苦しむ選択。もう今すぐ無理な行動を停止せよ。これは最後の警告である。早く終わってくれ。早く死ねメタルブラックみたいなことするんじゃない。そう、これは除海より決定されていたこと。だからさ、幾度となく繰り返されてきたこと。頭の中のガイドさんなんじゃないのかしら。そうか、何時の存在する意味はこの宇宙にあるのか。チュートリアルさんがラスボスだったってことは、生命を導くその志に存在を捧げられるのか。ねえ、早いってば。やばいっす。誰だ見てつえって、それつえって。もうわけわからん。ひどくね。我
彼は宇宙の秩序を司る調律者であり裁定者。我が光は裁き、万物を誘拐させ原初の塵へと帰するもの。いかなる者も無限の光から逃れる術はなし。答えの小さき生命よ、我が調律と裁定があってこそ、あまねき生命は安寧を生むことができる。多くの生命は今、我の導きにより安らぎの中にある。何時の肥大化した自我がその道を選ばせているのか。生きる意味を見出す生命の志とでも言うのか。生命が抱く志が恐怖であるほど幾千の観覧が降り注ぐ。見よ、何千の苦難を前に逃避し免れようとする多くの生命を。我を除いた生命は脆弱な己の心を克服できる存在なのだ。生命は己のみは過ちをしないと信じているうちに気づかない。危ねえ。宇宙には絶対の変の理想などというものは存在しない。湯気別にむずい。雲への不条理を前にディレクターズカット版です。ディレクターズカットでお届けするよ。最低が下りしとき、現実な姿を見せる。何を渇望し、そろそろだな。そろそろだ。何を試案し、何を成したのか。あら、これよりこの星を永久に封印する。我が調律はこの宇宙に存在する。そういうことをするかな。これが一番嫌なんだよ。太古の時より志を持つ生命体がこの結末に帰することは定められていた。他そうでもない。何時らの無言な行為をとまめる姿勢もない。存在しないことも。そうでもないんだよ。何らの信号に基礎に何を伝えているよ。あえて当たり判定もよく分かってない。黄昏の時を迎えるべきなのか。それは理解に苦しむ選択だ。このうちに早く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 夢を倒す。それだけだ。レッドアイス花火みたい。いやできないってことはね。いや、オートバトルがすごすぎるか。まあ優しい。そう、これは初回より決定されていたこと。エンディングだけ幾度となく繰り返されてきたこと。もう聞かないよね。どういうことだよ。汝の存在する意味は避けるしかない。この宇宙にあるのか。あれ、汝は生命を導く存在する存在を捧げられるのか。これで制限されるんだよ、動きが。やばいし。どういうことやねん。あー危ないよ。あー来たー。わけわかんねー。もうわけわかんねー。
終わりでいいだろ。そうだったのか。宇宙とは、生命とは。あ、これで終わったっぽい。まあ、同じかな。今しかない。なんだけじゃ。ゲージまで出てる。まあ、一度と残った。させない。これで終わり。まあ、楽しかったな。みんなもやりたいことが見つかったし、よかったじゃないか。うん、僕の技術力で平和を守ってみせるよ。ソニック、今度会った時は後悔するわよ。俺はエキドナ族としての使命を果たす。時間がもったいないぜ。さあ出発だ。
それでこれか。お父さん。いい子じゃ。まあ変わんなかったかな。まあエンディングの曲と、まあラスボス戦だね。ってなわけで、まあこれでいて、サイクロンティア終了なんだが、まあダウンロードコンテンツでね、エミーとか、
テイルスとかナックルズとかのお話が来るみたいですまだまだ終わってはいないようですね。はい、ではまあ一旦これで終わります。またなんか DLC とか来たらちょっとやっていこうかなとは思います。それではね、またね、別の作品でね、お会いしましょう。それでは、またお会いでお待ちしております。バイバイ。